つけとこう。盛り上がってるように見えるし。でも今気づいたんだけどさ、アーケードモードよりこっちの方曲多くない？こっちの方曲多いやろ。さては、全曲出てるよな。 RD とかロードノーブレス。カードキャプターがわからなかった。カードキャプターはこれです。今見っけた、カードキャプターさくら。これ初見のんっていう感じが。ここら辺のん、どう聞いてもハードキャプターさくらじゃんって思ってた。笑え、みんな言ってなかった？当時、もう当時を知らないから一部妄想が入ってるんだけど、当時 DJ マックスオンライン流行ってた当時はみんなこの曲のことをカードキャプターさくらって言ってたよな。しいな。ピンから入ったのでわからない。あ、も聞いたことはある。本当。P2 もいいよね。正直 P1 は今おすすめできねえわ。リスペクトであるからね。みんなね、みんなリスペクト買うしね、どうせ。今気づいたんですけど、あれなくないですか？あれないですよね。ロックオアダイないな。取りに行きましょう。DJ Max。気づいたかな。ゴースト、レッテプレステ4で入ってるのかな。ホット、爪で収録されなかったけど。アイセングッバイってやつ、あれあるよ。あるあるある。8期いや7期やりたいな。ホットチューンないんだ。とかやってない可能性あるよな。スコアが保存されてない、やってない可能性あるから。俺もやってない可能性ないか。不安になってくるでしょ。だからフリーモードできないんだよな。もしかしたらフリーモードにこれないかもしれない。カイナンチュースってやだな。
モンスター。イージズ DJ みたいな踏みしてたな今。いや、眩しい。チーズレイマンの敵？違う。あー。これね、俺がキー配置デフォルトと変えてるせいだから、スペース真ん中にしてるから。リスンとるまいは、多分これ一回もプレイしてないよ。もうこの曲大っ嫌いだもん。さっきフリーにあったっけこれ。あったわ。あったわ。じゃあなんで俺これ自分で選んだんだよ。DJ Max やったことある人ならこの曲が絶対嫌いになる。最初聞いた時はポータブルワンで聞くからめっちゃかっこいいオープニングだーっつって、やばいなこのゲーム、神ゲーじゃんってなるんだけど、それが BS をやる頃には大嫌いになってる。おかしいもん。ほらほら、おかしいもん。ブスでしんどい思いをしたような。もう諦めたもん俺。確か。しかもハイスピ合わせづらいし、あーやばい、早すぎ。これやじるしアイオン中のこの後アイオン2だっけ。3000今後のミッションで詰まった記憶。あったな。やったことなさそうな曲やろ。あ、この辺に RD なかったっけ。これやってないわけないもんな。これもやったと思うな。やった。ストップ。ストップやってないかもしんない。めっちゃ謎な切断しまくってブチ切れてた。ああ。ムカつくよな。フリーモードになかった曲。
コンヌズは、コンヌズはバイバイラーとかも多分入っあったよな。多分全曲やってるわこのショーは。春雨春雨、これみんな大嫌いだけど。ライナーあったっけ、ライナー、え、なかったっけ、マジで。もしかしたらやってないかも。え、この名曲やってないのか俺。そう。これもピーニかな。そうですね。ちなみにこのイントロと全く同じイントロを使っている曲が太鼓の達人に入ってます。あれ最初ドギモ抜かれたから、ライトナムじゃんっつって。フィーバー1なんでそこそこ強い。全然出てねえよこれの出し方は。知らん、お世話になった。フリーでコンボとか。フリーでコンボか、絶対やらんわ。なんだっけな、あ、消しちゃった。クラノートはめっちゃ使った。音消そうと思ってエスケープ押したら消しちゃった。DJ, get ready for the mixing stage. 太鼓。これこれ。アクアノートめっちゃ使うよな。CE のノート見づらいんだよな。音ちっちゃ。もっと音でかいない。ライトナウやんけ。ここが普通。
めっちゃライトナウじゃん。まんまやん。マジで笑。終盤でもう一回やる。でもライトなのだよな。アイコのプレス強いんだけどね。そうですね。あんまり期待してない。まあパクリというか普通に同じ音源使ってるんだよ。PS4 版俺あんまり期待してないけどな。選挙画面が見づらいし。お、 FTR やってないじゃん。これも名曲だな。でもいつになったらロック話題にたどり着くんだ。スーパーソニック今あったわ。原曲だったら俺多分やってると思うけど、リミックスじゃないっけ、トリロジーって。あ、むずい。あ、ハートブリッジやってないかも。どうやって出すの？フリーで2012コンボだったか、ちょうどできる。2000で切るの？ 2012？フィーバーできねえじゃん。ちょっとそれは後でやろう。教えてくれてありがとう。てっきりもう全曲出てると思ってた。ナイトメア出たらもう全部出てるだろうって思ってた。スパソニやってないかもしれん。でれてれてー、原曲、まあ、これなんだけど、リミックスばっかり収録されて原曲が全然移植されないんだよな。これが聞きたいのに。
簡単だな。2011コンボ。じゃあ今度やるわ。今日はもうこの枠で寝ます。いやーちょっと絶対買おう。 PS4 版 PS4 を買おうとは言っていない。ゲソガラさんと一緒にセッションしよう。楽しみだな。 1.30 のパッチ当てないといけないけど、当たってるんじゃないかな。わかんないけど、だって最新パッチってだってそんなしょっちゅう来ないじゃん。一番最近来たのも SOS でしょ。そうなの。ないな。これとかやってねえかもしんねえ。絶対自分からは選ばないもんな、この曲。やりたくない。大丈夫か。やりたくないな。ストップとか怪しいところではある。絶対カトチーチを選んでる。シェアプレイでやらせてね。シェアプレイでやらせてね。いや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 。あるんですよ、対戦機能が。あのゲームは一緒に同時に2画面でできるんですよ。キャッチユーはだって最初からあるもん。絶対やってるよ。ドリームオブユーやるか。これ絶対自分からは選ばないもんな、この曲。もう風にお願いの次に嫌いかもしれん。曲はいいんだけどね、どっちも譜面のせいで。めっちゃわかってしまう。キー配置変えてるの知ってて、なんで真ん中に縦連打入れてくるんだよ。これ一応真ん中は太鼓の達人になってるんで、7キーの時真ん中の連打は縦連打じゃないんですよ。ただ俺はスペース真ん中にしてるから縦連打なんですよ。あーもうクソムカつくメイクしてるわ。
ほら、やっとらんやんけ。やっとらんやんけ。これもやってない。さっき俺確認した。これ絶対やってない。これもなかなか自分からは選ばないんかな。RD っていう曲が多すぎる問題。ちなみにリスペクトでも1曲増えてます。何曲あるんだよ。それがよってなる。でも RD っていう略称はなんだっけ、ローリングオアダックだっけ。あれを示すんでしょ。寝るわ。ドリームオブユーよりよっぽどいいわ。絶対やんとらんから、ほら初プレイだった今の。お疲れ様でした。たまにやろう DJ MAX。 PS4 版ができない腹いせに。あとは、お会いいたしましょう。だいたい出てるでしょ。ストップとかもあるよな。ん？うん、あるよな。びっくりした。あとは、スクイーズもあるし。なんでリミックスだと、小文字になるんだ、これ。風の願いとかもあるし、モーニングパースもある。メラクルとか、これ全曲じゃないか。あとハートブリッジくらいじゃない。うん、お疲れ様でした。